はい、ということで前回の続きになるんですが、まあ、この前回までに作ったのがこのカウントダウンのタイマーを作りますよって話だったんですが、これふと思ったんですが、このタイマーがぐるぐる緩やかに動いていくんじゃなくて、1秒ごとにちょっとずつ止まって止まって動いて止まって動いてという動きができないかなと思ってふと考えたんですが、できそうだなーということで、こちらを今から実際にちょっと作りながらご紹介をしていきたいと思います。で、これこう緩やかに動いていくんじゃなくて、例えば1秒経ってこの状態になります、2秒経ってこの状態になりますというのを、少しずつこうやって動くんじゃなくて、止まって動く、止まって動くみたいな状態にしたいと思います。で、これは、まず9秒になった時に、この状態で、まず、このマーカー、ワイプ、放射状ワイプが、まずこの状態で止まりたいですよということで、まずマーカーを打ち込んであげます、ということで、これを繰り返しますよというお話、ことになります、ということで、ちょっと正確に行くのであれば、まず1秒経ったタイミングでマーカーを打ち込みますよ、と。で、2秒経ったタイミングでマーカーを打ち込みますよ、と。これを繰り返すということになります。で、これなんか一気にやる方法があったら、ぜひ教えてもらえたらというか、なんかこういう方法あるよっていうことがもしあれば、ぜひ教えていただければなと思ったりしますが、とりあえずはちょっと1秒ずつ進めて、マーカーを打ち込んでいきたいと思います。ということで、こんな感じで打ち込んでいくと、1秒ごとに、マーカーが打ち込まれていきますよということで、9秒目まで打ち込んであげたら、これで等間隔で綺麗に今マーカーが打たれている状態になってますということで、ただこのままだとこれ今再生した時に先ほどと特に何も変わりはないです。ただマーカーを打ち込んであげただけで、このところどころで止まるわけではないですということで、ここで止めたいときに使うのが、このマーカーにこうやってベジエかけたりとか、イーズイン、イーズアウトかけたりするという方法の中の一つが停止。マーカーの停止という方法があるので、こちらを使ってみます。ということで、まずマーカーを全部選択します。コントロール A を押してあげると、このマーカーをすべて選択することができるので、右クリックを押して、停止を押してあげると、よいしょ、あ、これはコントロール A だとまずいですね。このマウスで選択してあげて、で停止を選択しますと、そうするとマーカーが停止のマーカーの状態に変わりますと、はい、見てもらうとこのような感じでマーカーの形が変わってますと。でこちらを再生してみるとどうなるかというと、はい、このような感じで、先ほどは徐々に動いていってたものが、マーカーが停止になることで、次のマーカーに行ったタイミングで、その値に変わりますよと。はい。このタイミングで 90%、このタイミングで 80% と、間は値が変わらずに、停止のタイミングになった時に突然値が変わるという動きになるので、先ほどと違って、このように、はい、図形のこの赤い部分が止まって動いて止まって動いてを繰り返すということになります。これは一つの手法として覚えておくといいのではないかなというふうに思います。はい、ということで見てもらうとこのような感じで、先ほどちょっと動きが変わって、マーカー、このカウントダウンの動きはこのような状態に変わりますよということになります。こちらも一つの技として覚えておくといいのではないかなと思います。ご参考いただければと思います。